40棟が焼け、消防によりますと10時間余り経った午後9時ごろ、延焼の危険性がなくなり、ほぼ消し止められた鎮圧状態だということです。消火活動が続いている糸魚川市の現場です。消防隊によって消火活動が続いています。今日午前10時半ごろ、新潟県糸魚川市の中心部にある中国料理店から火が出て、周辺に立ち並ぶ住宅や店舗など北側を中心に燃え広がりました。最初燃えたとこから離れたとこへ火が取り火して燃えたんですよ。街中燃えてるんだからさ。現地の消防によりますと、住宅などへの延焼はおよそ140棟に上り、火や煙は300メートルほど離れた日本海側まで達しました。消防によりますと、出火から10時間余り経った午後9時ごろ、延焼の危険性がなくなり、ほぼ消し止められた鎮圧状態だということです。警察によりますと、この火事で40代の女性1人が煙を吸って軽い怪我をしたほか、40代の女性1人が逃げる際に転倒して頭に軽い怪我をしました。総務省消防庁によりますと、今回の火災は地震や津波による火災を除くと過去20年間で最悪の延焼火災になるということです。避難所、糸魚川市の市民会館です。こちらにはですね、住民の方が身を寄せていまして、奥には布団なども先ほど持ち込まれました。糸魚川市は合わせて363世帯の744人に避難勧告を出し、安全の確保を進めています。市の災害対策本部によりますと、市内の3カ所に設けられた避難所には午後8時の時点でおよそ50人が避難しているということです。1人が煙を吸って軽い怪我をしたほか、40代の女性1人が逃げる際に転倒して頭に軽い怪我をしました。総務省消防庁によりますと、今回の火災は地震や津波による火災を除くと過去20年間で最悪の延焼。最初燃えたとこから離れたとこへ火が取り火して燃えたんですよ。街中燃えてるんだからさ。現地の消防によりますと、住宅などへの延焼はおよそ140棟に上り、火や煙は340棟が焼け、消防によりますと10時間余り経った午後9時ごろ、延焼の危険性がなくなり、ほぼ消し止められた鎮圧状態だということです。消火活動が続いている糸魚川市の現場です。消防隊によって消火活動が続いています。今日午前10時半ごろ、新潟県糸魚川市の中心部にある中国料理店から火が出て、周辺に立ち並ぶ住宅や店舗など北側を中心に燃え広がりました。メートルほど離れた日本海側まで達しました。消防によりますと、出火から10時間余り経った午後9時ごろ、延焼の危険性がなくなり、ほぼ消し止められた鎮圧状態だということです。警察によりますと、この火事で40代の女性がいました。最初燃えたとこから離れたとこへ火が取り火して燃えたんですよ。街中燃えてるんだからさ。現地の消防によりますと、住宅などへの延焼はおよそ140棟に上り、火や煙は300メートルほど離れた日本海側まで達しました。消防によりますと、出火から10時間余り経った午後9時ごろ、延焼の危険性がなくなり、ほぼ消し止められた鎮圧状態だということです。警察によりますと、この火事で40代の女性1人が煙を吸って軽い怪我をしたほか、40代の女性1人が逃げる際に転倒して頭に軽い怪我をしました。総務省消防庁によりますと、今回の火災は地震や津波による火災を除くと過去20年間で最悪の延焼火災になるということです。避難所、糸魚川市の市民会館です。こちらにはですね、住民の方が身を寄せていまして、奥には布団なども先ほど持ち込まれました。糸
糸魚川市は合わせて363世帯の744人に避難勧告を出し、安全の確保を進めています。市の災害対策本部によりますと、市内の3カ所に設けられた避難所には午後8時の時点でおよそ50人が避難しているということです。1人が煙を吸って軽い怪我をしたほか、40代の女性1人が逃げる際に転倒して頭に軽い怪我をしました。総務省消防庁によりますと、今回の火災は地震や津波による火災を除くと過去20年間で最悪の延焼。最初燃えたとこから離れたとこへ火が飛び火して燃えたんですよ。街中燃えてるんだからさ。現地の消防によりますと、住宅などへの延焼はおよそ140棟に上り、火や煙は340棟が焼け、消防によりますと、10時間余り経った午後9時ごろ、延焼の危険性がなくなり、ほぼ消し止められた鎮圧状態だということです。消火活動が続いている糸魚川市の現場です。消防隊によって消火活動が続いています。今日午前11時半ごろ、新潟県糸魚川市の中心部にある中国料理店から火が出て、周辺に立ち並ぶ住宅や店舗など北側を中心に燃え広がりました。